2013年12月、ベテラン登山家の男性 Y さんは、太郎坊道門,門より入山し、御殿場ルートで標高3776メートルの富士山を目指します。往復20.7キロ、累積標高は2516メートルの工程です。12月1日午前4時、Y さんは登山仲間の男性と2人で標高1236メートル太郎坊道門,門を出発。 この日の天気は晴れ。山頂付近の気温はマイナス15度と極寒ですが、風速は約5メートルという穏やかな予報。午前6時半、標高2320メートル、旧4合目付近で仲間2人が y さんに追いつき、合計4人で順調に歩みを進めます。標高2590メートル地点の旧5合目付近で上を見上げると、 7合目付近を歩く別グループの登山者6人を発見します。彼らは Y さんたちよりも先に出発した京都府勤労者山岳連盟の方たち。メンバーは A さん、B さん、C さん、D さんのベテラン4名と、経験がまだまだ浅い F さん、そして初心者の G さん2名の計6名の構成。G さんは今回、冬の富士山は初挑戦でした。 初心者の G さんと経験の浅い F さんをベテランメンバー4人がサポートする体制。しかし、ベテラン登山者 B さんは体調不良で離脱してしまいます。サポート体制が4名から3名へと手薄に。午前8時50分、Y さんのグループは標高3030 30メートルにある7号目日の出館に到着。一方、A さんのグループ5名は標高3300メートル7.9号目。 赤岩間付近で止まっているようです。休憩を終えた Y3 グループが山頂に向けて移動すると同時に A3 グループも動き出します。午前10時20分。Y3 グループは標高3390メートル8号目にある三原市間跡に到着。再び A3 グループを見るとジグザグに歩きながら山頂を目指して歩いています。急斜面の場面では最短距離で坂道を登ると 体力をかなり消耗してしまいますが、こうしてジグザグに進むことで、体への負担をかけないようにして、歩き続けることが可能です。ペースとしては、Y3 グループの半分くらいで遅めのペース。凍りついている場所では立ち止まり、そろそろ歩き。どう見ても氷の山は慣れていない様子。ヘルメットはつけていませんでした。途中、y さんが登っている最中に、A3 グループのベテラン登山者 c さんが、 体調不良ということで離脱し、Y3 グループとすれ違う形で通過します。ベテラン登山者2名が減ったことで、A3 グループは経験が浅い2名を、A3 と D3 の2人がサポートする形となりました。午前11時頃、標高3600メートル、9.5合目付近で立ち止まる A3 グループ。5合目地点では2キロ近く離れていた距離も、ここまで来ると70メートル付近までに近づきました。 その時、突然上から5センチから10センチくらいの氷の塊が y さんグレープめがけてバラバラと落ちてきます。どうやら a さんグレープが上でピッケルを使い氷の地面をザクザクと掘っている様子。こうすることで冬の富士山など凍てツルツルの地面でも穴を開け即席の椅子にして休憩することができます。A さんたちの穴掘りで下にいた y さんグレープはもろに氷の全ての被害に遭います。 足場が不安定な冬の富士登山で、10センチの氷の塊が降り続ける状況は非常に危険です。Y3 グループは最初、氷でも降ってきたのかと思い、見上げると A3 グループが地面をひたすら掘っていることに気がつきます。すぐにやめてもらうように下から声をかけますが、全く気がついてもらえません。3回ほど、おーいと注意するものの、気がついてもらえず、最後に、やめて 大声で叫んだところ、ようやく状況を理解し、手を止める a さんグループ。y さんグループが上りを再開し、a さんのグループとすれ違う際、すみませんでした、と謝罪。足元には、ザイルと呼ばれる登山用のロープが置かれていました。y さんグループの人たちが、しかし何をやってたんだろうね。ザイルを出してたから、危ないからと安在連でもするのかな、などと話していました。 午前11時10分ごろ、y さんグループが A さんらを追い抜いてから10分ほどが経過した時、衝撃の光景が広がります。a さんグループが気になった Y さんが何気なく振り返ると、4名がロープで繋がれた状態で、ものすごいスピードで雪の斜面を滑り落ちていたのです。その後、岩場のある場所に突っ込み、転がりながら落ちていきました。だいたい9号半から8号目あたりまで落ちていきました。 距離にして300メートル以上の滑落。本当に一瞬の出来事だったと言います。Y さんは、なんでこんな凍っている場所で安在連なんだ、と驚いたと言います。安在連は、お互いの足をロープで結び合った状態で登る方法を言います。こうすることで、一人が足を滑らせたとしても、他のメンバーが支えることで、事故を防ぐことができます。ですが、支える側にある程度の知識と経験がないと、 道連れになる可能性もあるので、安在連を行う際は、どういうメンバー構成なのかが大切です。今回のメンバー構成で言えば、当初のベテラン4名で、経験の浅い2名をサポートする予定でしたが、ベテラン2名が離脱したことで、4名中2名が初心者という状況。この状態での安在連は、滑落した際に支えられない可能性が高いので、危険な行為と言えます。滑落後、A さんらに身動きがなかったので、 救助が必要だと判断し、すぐに警察に通報。救助に向かいたかったものの、Y3 チームの一人が、滑落の現場を目撃したことにより、恐怖で身動きが取れなくなっていました。警察からは、まずは安全を確保して、山頂から電話をしてください。と言われ、ひとまず恐怖で動けないメンバーを連れて、山頂へと向かいました。午前11時50分頃、山頂に到着。 山頂から警察に連絡を取り、状況を詳しく説明します。Y さんらは救助に向かいたいと思いつつも、A さんらが滑落したルートを下るのは危険と判断して、藤宮ルートを見に行きました。すると、藤宮ルートから1名登ってくるのが見えました。その方に登山道の状況を伺うと、愛ンの爪が浮いた、とのことで危険と判断。剣が峰下側の馬の背からのブルドーを確認しに行き、 下へ降りられそうだったので、そこを下り、A さんらと合流することに。12時40分頃、滑落現場には、体調不良で途中離脱した A さんグループの女性登山者 C さんがいました。A さんグループが滑落したことに気がつき、駆けつけた様子。また、たまたま通りかかった男性登山者が1名おり、Y さんらは5名で救助を始めました。滑落した A さんら4名は、血まみれ状態でした。 猛スピードで300メートル以上滑落し、岩に体をぶつけたので無理もないです。A さんは少し上の場所で心肺停止状態。すでに息を引き取っていました。残りの3名は固まって横たわり、動けない状態。なんとか意識はあったので、会話することはできました。F さんは背中が寒いとのことで、皆で持ち上げ、下にオレンジのシートを引き温めます。D さんは足が折れている様子。 寒そうに震えていましたので、ブリザードバッグを取り出し、彼の体をみんなで持ち上げ、胸のあたりまで何とか入れることに成功。予備のダウンもあったので、かぶせてあげました。D さんは、申し訳ない、と伝え、介護をしてくれたメンバーに感謝しました。Y さんら5名は、自分たちの持っているブリザードバッグ、予備のダウン、アルミシートなど、あるものすべて出してもらい、できる限りの対策を施します。 警察に連絡をし、現場の状況について話しました。すると、3、4時間で富士宮から救助隊が行きます。との返答。つまり救助隊が駆けつける頃には、時刻は16時から17時。とても怪我人の体力がそこまで持つとは思えません。もう少し早まらないですかと伝えたところ、逆に富士山の8合目ということもあり、さらに時間がかかる可能性も考えられるとのこと。さらに、 二次災害の危険性もあるとのことで、救助は明日になるかもしれないとの返答。その間、空から救助用のヘリが何度も接近。しかし、風速約15から16メートルで、機体は大きく揺れることに。そのうち救助ヘリが来なくなり、心配で電話をすると、気流が悪く、おまけにガスが出て視界が悪いので行けません。との返答。Y さんはこの言葉につい感情的になり、彼らを見殺しにするのか、 一分一秒でも早く来てくれ、と怒鳴ります。A さんらを何とかして救いたいと必死だったのでしょう。最終的に救助隊からは、風とガスが収まれば、もう一度くらいはいけるかもしれない、と返答があり、信じて待機することに。Y さんらがいる地点は、日陰ということもあり、風速15から16メートル、マイナス14度という過酷な環境。怪我をしていない Y さんらの命も危うい状況です。 予備のダウンなどで体温を温存しようにも持っていた防寒具はすべて怪我人の体に巻きつけています。Y さんらの体もブルブルと震え出しました。それでも必死に怪我人に言葉をかけ励まし続けました。このまま地上から来る救助隊を待っていても間に合わないですし、ヘリでの救助も全く期待できません。このままでは全員投資してしまいます。警察に電話をすると、 皆さん大変だと思いますが、引き上げてください。今生きてる人をさらに死に追いやることはできません。との返答。Y さんは、彼らのためにヘリからテントを落としてくれないか、と伝えました。テントの中に収容できれば、救助隊が来るまで待ちこたえることができるかもしれない、と思っての判断です。しかし、残念ながら、気流とガスの関係で、無理とのこと。仕方なく Y さんらは撤退することに。 C さんは泣いて、その場から動きません。Y さんと電話口の警察の説得もあり、一緒に下山することに。さらに、怪我をしていた G さんが、なんとか歩けそうなことが判明。胸部に痛みを感じていたので、誰かが G さんを背負うことはできない状況。そのため、G さんに愛禅を吐かせ、よろけながらも、全員で協力して歩いて山を下ることにします。Y さんは残された方たちに対して、 心が裂ける思いで土下座をして頭を地面につけて泣きました。別れる際、残された方々に対して必ず救助隊が来るから頑張ってくれと伝えました。D さんはありがとうございましたと伝えてくれたと言います。その後、Y さんらは A さんグレープの2名を加えた7名で下座を開始、Y さんは警察にせめて放映山まで迎えに来てくれないかと頼みます。 方さんから来てくれれば、駐車場までは1時間程度。その後、すぐに救急車で怪我人を搬送できます。ですが警察からは、すべての人が救助に出払って、対応できる人はいない。と言われてしまいます。Y さんらは仕方なく、御殿場コースを下ることに。途中何度も休憩をとり、お茶や食べ物をじいさんに分けました。次第に空が晴れていき、上空にはヘリの姿が。やったね。 これでみんな助かるよ。2名の A3 グループの女性にそう伝えると、少し元気が出た様子でした。Y3 グループも、こっちも頑張って降りなきゃ、と思い、下へと降ります。夕方になるにつれて、辺りが暗くなってきたので、女性の足元を照らし、なるべく歩きやすいように配慮することに。20時頃、ようやく Y3 ら7名は、御殿場の駐車場に到着。 すぐに待機していた救急車に女性を乗せて、無事に搬送。全員疲労困憊の中、一人もかけることなく、7名全員が下座に成功しました。実はこの時、じいさんは胸と骨盤を骨折していました。普通であれば、痛みに耐えられず歩けませんし、泣き言の一つくらい言います。ですが、じいさん含め、全員が後ろ向きな言葉は、一言も発しませんでした。一方、 気流の悪化と燃料不足で引き返していた救助ヘリは燃料補給を終え15時28分ごろ再び現場上空に到着一時的に気流も安定していたので隊員を降下させることに成功 F3 に救助器具を装着し16時ごろに機内に収容無事に命が助かりました残された2名については入れ替わりでやってきた静岡市消防航空隊のヘリが救助することになっていました 16時7分。現場上空にやってきた消防航空隊のヘリから救助員が降下。幸いなことに、まだ D さんの意識はありました。すぐに救助器具を装着しようと試みますが、うまく装着できません。この時、D さんはブリザードバッグに覆われていたので、また下に器具を通すことができない状況でした。そのため、仕方なく膝の下に巻きつける形で、D さんを引き上げることに。釣り上げると同時に、 ヘリも高度を上げていきます。200メートル上空、救助隊が D さんをヘリの中に引き込もうとしますが、うまく機内に誘導できません。確認してみると、D さんの足のあたりに何かが引っかかっていて、邪魔をしている状況でした。しかし、救助隊の位置からは何が引っかかっているか確認できません。なんとか体勢を変えて中に引き込もうとしたところ、器具が緩み、危うく D さんは落ちそうになります。 幸い、救助隊が支えることで、D さんは転落せずに済みました。しかし、危険な状況には変わりありません。操縦士はすぐに高度を下げ、D さんを安全に下ろせる場所を探します。しかし、救助隊の筋力が先に限界に達してしまい、地表から3メートルの高さから D さんが落下してしまうことに。落下した D さんを救出するため、再度地上に降りる救助隊。改めて救助器具を装着しようと試みます。 ところが、低酸素状態に陥り、体がみるみる動かなくなり、なかなか救助器具の取り付けができません。さらに気流が大きく乱れ、ヘリの足が地面の岩に3回触れるほど危険な状況でした。このままでは、全員の命が危ないと判断した救助隊は、やむを得ず D さんを残して撤退。この時 D さんは、顔に大怪我をしていて、隊員の呼びかけに反応はありませんでしたが、 落下後も生存は確認できたと言います。19時30分。一方、地上から向かっていた救助隊が事故現場に到着。心肺停止状態の A さんを発見するも、D さんを見つけることができません。ヘリでの救助の影響で、現場から650メートルも離れた地点まで移動してしまっていたのです。そのため、救助隊は D さんを発見できませんでした。先に A さんを収容しようとしたものの、 天候などの安全面から危険と判断。D さんの捜索も含め、翌日に救助活動を再開することになりました。12月2日、事故2日目。山岳救助隊が朝から捜索開始。午前8時45分、心肺停止状態の D さんを発見します。解剖の結果、D さんの死因は胸や頭を打ったことによる損傷と関連し、残念ながら A さんらグループ4名のうち、 二名が死亡する結果となりました。この結果に、静岡市消防局の大橋正幸警防部長は、救助できず大変申し訳ない。消防局の全組織を挙げて再発防止に努める。と謝罪。事故は新聞でも大きく取り上げられました。静岡市消防航空隊は、南アルプスで3000メートル級の救助活動に対応できるような訓練を積んでいるものの、 富士山の9.5合目付近で活動するのは訓練を含めてこの時が初めてでした。また事故当時の環境はヘリのプロペラから吹き下ろされる風が加わることによって体感温度はマイナス34度だったとも言われるような過酷な環境だったとされています。A さんの母親は山登りが好きな息子で相名のニュースに接するたび気をつけるよう話していたのに山は怖いとセック。 普段から介護が必要になってもちゃんと面倒を見るよと言われていたと言います。ヘリ救助中の事故には危険な中息子を助けようとしてくれたがうまくいかなかったのは悔しいと複雑な思いを話しています。Y さんは富士山ではザイルは絶対に繋がないでください。一人が落ちた場合は他の人が支えようなんてことはほとんどできません。全員落ちます。これだけはやめてくださいね。 今日は16時間。長い一日でした。疲れました。と振り返っています。また、同じグループのメンバーは、今回の事故について。俺は、救助隊は責められないというスタンスです。あの状況で飛んで作業をしてくれただけでも感謝かなと。間違いなく生きていた彼なので、とても残念だし。せっかくピックアップしたんなら、助けて欲しかったけど。難しいけど、今回は飛んでくれたことには感謝しないといけない。 そもそもが自己責任の世界なんだから、とコメントを残しています。実はこの事故を通して、もう一つの出来事が起こりました。それは、遺族による裁判です。亡くなった2名のうち、D さんの奥様と2人の子供が、静岡市消防航空隊の救助活動に問題があったとして、静岡市に対して約9200万円を求める訴訟を起こしました。裁判の要点をまとめると、 救助器具の取り付けに問題があったのではないか。救助の際に機内への誘導の仕方に問題があったのではないか。といった形で、救助側に明らかな過失があるのではないか。という内容でした。静岡市の田辺信弘市長は、今回このような訴訟が提起されたことは誠に遺憾です。消防職員は、出来得る限りの救助活動を行ったものと認識しています。今後、訴訟には適切に対応してまいります。 として、裁判に臨む姿勢をとりました。気になる裁判の結果ですが、当時の状況を詳しく調べた結果、現場の酸素濃度は通常の65%、救助隊員は出動からわずか30分で、標高3500メートル付近に達しているので、いつ高山病の症状が出てもおかしくない状況下にあったとし、ヘリコプターの操縦や救助活動には明らかな過失はなく、その時に取れる最善策をした結果の事故である。 と結論付けられました。そのため、遺族への損害賠償請求は全面的に却下という形に。その後、田辺信弘市長は、翌年2014年1月22日の記者会見で、再発防止策として、ヘリが上空にとどまる難しさや、救助隊員の危険度を考慮し、3200メートル以上の場合は、出動しないことを決定。それから月日は流れ、2023年8月、 静岡市は三角救助能力の向上のため、2026年3月までに3200メートル以上でも救助活動ができるよう、レオナルド AW-139 という機体を導入する方針を発表しました。購入費は約30億円とのこと。この機体であれば、鉱山地帯であっても少なくとも2人以上の救出や搬送が可能となります。そして、2024年6月。 ついにヘリコプターの運航が開始されることに、43年ぶりの機体変更とのことです。静岡県警警備課、藤井八一航空隊長は、災害時には陸路が寸断された地域などへの隊員の搬送や、物資搬送で、効果を発揮できると考えています。とコメントしています。今回の事故は悲しい結果となってしまいましたが、二度と同じ事故が発生しないよう、多くの人々が行動をしています。救助側だけでなく、 登山者も自身の技量以上のことをせず、注意して登山に臨むだけでも大切な命を守れる可能性が高まるでしょう。登山を楽しむためにも十分に安全に考慮していただければと思います。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。